サンダー戦で13得点を挙げたネッツの渡辺、レイピー、写真を拡大 NBA のラスベガスでのサマーリーグは7日、日本時間8日、に2日目の10試合を行い、ネッツのロースターに名を連ねている渡辺雄太、23イコール2メートル、98キロ、はサンダー戦でチーム最多の27分出場して13得点をマーク。試合は 76-90、前半 32-50、で敗れて2戦2敗となったが、出場時間帯のち、6失点でプラスにしたのはネッツでは渡辺ただ一人、プラス8点、だった。8得点を記録した第1戦同様、ベンチからの出場となった渡辺は最初に放った左45度からの3点シュートを成功。ブロックショットは両軍最多の4回を記録するなど、ディフェンス面でもアピールする試合となった。フィールドゴール、FG、は7本中3本、3点シュートは4本中1本。フリースロー、シート、は6本全部成功するというシューティング成績。しかしネッツにはプレーメーカー不在で、オフェンス時にコーナー、もしくは3点。シュートラインの外で待っている渡辺にはなかなかボールは回ってこなかった。チームでただ一人、得失点をプラスにしながら FG 死闘数、7、はチームで5番目の数字。5リバウンド、2スティールをマークし、昨季サンダーで先発12試合を経験しているテランス・ファーガソン、20イコール2メートル1、84キロ、を含め、シューティングガード、スモールフォワード、パワーフォワードといった3つのポジションの選手をマークするなどチームへの貢献度は高かったが、試合としては第3球終了時点で24点差をつけられる不本意な内容となった。なおネッツは9日、日本時間10日、にティンバーウルブスと対戦する。